どうも、AI の言いなりの青です。2023年6月29日はですね、一粒万倍日で、ロト6の抽選日ということで、こちらの動画ですね、月間チャット GPT 予想の6月号の、検証をやっていきたいなと思っております。で、この動画の最後にはですね、このチャット GPT 予想の6月号が、一体どんなポテンシャルを秘めていたのかっていうところをですね、振り返りしていければいいなというふうに思っておりますので、そちらも、お楽しみいただければと思いますので、最後までご覧いただければと思います。はい。ということで、AI 予想でロト6を当てたいという形で、動画やっていきたいと思います。はい、それではロト6買いたいと思います。今回はですね、ネット購入とさせていただきました。ネット購入かなり気軽に買えるので、ちょっとついついこっちで買っちゃったりもしちゃうんですけれども、なるべく売り場では買いたいとは思っております。ということで、今回はですね、ロト65通り、投資金額は1000円となりました。ではですね、抽選の時間まで待って、確認をしていきたいと思います。はい、ということで、第1805回の、ロト6の抽選、確認していきたいと思います。 AI 予想のですね、奇跡を見たいなと思っております。当てたいっていうところが、強いんですけれども。はい。ということで、じゃあ、早速ですね、予想した、ロト6の番号を確認していきたいと思います。はい。5通りありますので、1つずつ見ていきましょう。まずは抽選番号からですね。こちら、4、22、27、31、32、40で、ボーナス数字が35という風な形になっております。はい。じゃあ、早速、一つずつ見ていきたいなと思います。はい。では、一つ目、こちらですね。ボーナス数字の35だけがヒットしておりました。次。次も32と40の本数字で、二つのみとなっております。じゃあ、次ですね。三つ目、残念。全部外れでしたと。4つ目も残念ながら全て外れ。最後は、32と42で、こちらも2つのみとなってしまいました。なかなか当たらないですね。難しいな。ちょっと前回のビンゴ5に引き続いてちょっと惨敗してしまいましたということで、振り返りやっていきたいと思います。それでは振り返りしていきます。残念な結果だったっていうことをお伝えして、予想の精度の改善のために何ができるのかっていうのを、ちょっとチャット GPT には振り返っていただこうかなと思っております。ということで、こんな感じで聞いてみました。したらですね、回答がこちら。私の役割は情報とアドバイスの提供にありますと。完璧な予測を行うことはできないというふうな前置きをした上でですね、予測精度を向上させるためにはいくつかアプローチがあるよと言ってくれました。で、3つあって、1つ目が過去のデータの分析っていうところで、これはいつも通りかなと。で、丸2もですね、品質数字とバランスを見ていきましょうというふうに書いてありますと。で、次3つ目がロト6に関する情報の追跡っていうところで、ニュースとか情報を追跡することと書いてあるんですけれども、これはどういうふうに情報を追跡すると当選確率に影響を与えるのか、ちょっとわからないなっていう感じの回答でした。はい。開運方法とかなんですかね。はい。で、もう一つちょっと振り返りをしたいと思っていて、こちらですね。月間チャット GPT の、6月号の候補数字
の中から、まあ、うまく選んだら何等までが、まあ、あったのかっていうところも見ていきたいなと思っております。で、まあ、こちらずらっと24個ですかね、並んでいて、まあ、うまく組み合わせると、6月号の数字を使って6月の抽選でですね、まあ、結果こんな感じで、はい。6月12日の抽選日のやつはですね、うまく組み合わせると2等までは、なんとかあったなぁという感じでしょうかと。で、まあ、6月26日とか、6月1日のやつも、うまく組み合わせると、まあ、4等とか5等っていうのが、まあ、当たる感じでしたねっていう見方ですかね。はい。まあ、ちょっとね、候補数字自体が24個と、まあ、多いので、まあ、そりゃヒットするだろうみたいな感じで思われるかなとも思うんですけれども、まあ、そこからうまく予想をですね、チャット GPT が導き出せれば、2等出せるんじゃないかというところで、まあ、引き続きですね、予想をやってもらいたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは最後に、開運日の、共有もしておきたいと思います。今年の一粒万倍日はご覧の通りとなっておりまして、巳の日はこんな感じです。はい。で、虎の日はですね、こんな感じで、なっておりますので、開運日に、宝くじを買ってみてですね、当選できるか挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。このチャンネルの動画で獲得した当選金額の合計はこちらの通りです。それぞれの内訳もこのようになっております。過去の動画からでも参考にして当たったらコメント欄にご報告いただければ当選金額に追加したいと思いますので、ぜひいろいろな動画をご覧いただき予想のお役に立てたら嬉しいです。そしてこの動画が面白いと思った方はチャット GPT ではしてくれない高評価、チャンネル登録、コメント、ツイッターフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。